ニコライブラジーミロビチ・ダビデンコは、ロシアの元男子、プロテニス選手。赤土のクレーコートを最も得意としている。シングルス自己最高ランキングは3位。ATP ツアーで、シングルス21勝、ダブルス2勝を挙げた。身長178センチメートル、体重70キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。 2009年を ATP ワールドツアーファイナル優勝。ATP ワールドツアーマスターズ戦で優勝3回。ダビデンコはウクライナのセベロドネツクに生まれ、7歳から兄と一緒にテニスを始めた。15歳の時に家族でドイツへ引っ越し、18歳の時にロシア国籍を取得した。彼の両親はロシアに在住している。1999年にプロ入り。 2001年前後オープンで4大大会にデビューし、2回戦でパトリック・ラフターに挑戦した。2003年から世界的な躍進を始め、年頭のネクストジェネレーションアデレード国際でツアー初優勝を果たす。この年から、ダビデンコは男子テニス国別対抗戦、デビスカップロシア代表選手になる。4月にポルトガルオープンでも優勝し、この年に、 初めて世界ランキングトップ50位以内に入った。2004年も年間2勝を挙げ、同年のアテネゴリンにもロシア代表として出場したが、シングルス1回戦でスイスのロジャー・フェデラーに敗れた。2005年にダビデンコは世界のトップ選手へと躍進し、全豪オープンで初めて準々決勝に進出した。そして全仏オープンでダビデンコは準決勝に駒を進めたが、 マリアのプエルタに3から6、7から5、6から2、4から6、4から6のフルセットで敗れ、決勝進出を逃した。同年末に、世界ランキング8位以内の選手しか出場できない、男子テニス年間最終戦、テニスマスターズカップにも初めて出場資格を獲得し、ダビドナルバンディアンとの準決勝まで勝ち進んだ。2006年は、全米オープンで、自身2度目のベスト4。 入りを果たしたが、準決勝で第1シードのロジャー・フェデラーに1から6、5から7、4から6のストレートで敗れている。この年は男子テニスツアーで自己最高の年間5勝を挙げ、世界ランキングも自己最高位の3位まで躍進した。ダビデンコはデビスカップロシア代表選手として2006年にロシア代表の4年ぶり2度目の優勝に貢献した。 12月1日から3日にロシアの首都モスクワにあるオリンピックスタジアムでアルゼンチンとの決勝戦が行われた時ダビデンコはシングルス2試合に出場し第1試合でフ安ンイグナシオチェラに勝ったが第4試合ではダビドナルバンディアンに敗れこの決勝戦では1勝1敗の成績を残したデハイ終了後に結婚2008年3月末に行われた マイアミマスターズでダビデンコは準決勝で地元アメリカのアンディロディック決勝でラファエル・ノダルを破り自身2度目の ATP マスターズシリーズ大会制覇を果たした年末のツアー最終戦では決勝戦まで進出したがノバク・ジョコビッチに1から6、5から7で破れ準優勝に終わった2009年は手首の怪我で出遅れたが全仏オープン前に復帰し ロビン・セーデリングとの準々決勝まで進出した。全米オープンでは4回戦で敗退したが、その後上海マスターズでは、ラファエル・ナダルを破って優勝した。さらに年末の ATP ワールドツアーファイナルでは、これまでツアーで一度も勝てなかったロジャー・フェデラーを、準決勝で下し、決勝では、当年の2009年全米オープン覇者である、フアン・マルティンデル・ポトローを6から3。 6から4で下しし初優勝を果たしたこの年は、同郷の先輩で、元世界一位のマラトサフィンが引退した年であり、さらにツアー最終戦ではこの年の4大大会、優勝者を全員破っての優勝だったため、ロシアテニス界の第一人者であることを印象づける、勝利にもなった。2010年カタールエクソンモービルをオープンで、ラファエル・ナダルを06、76、 6-4で破りツアー20勝目を挙げた。全豪オープンではベスト8に進出したが、その後は調子を落とし、前年優勝の最終戦への出場を逃し、ランキングを大幅に下げてしまった。ラビデンコは2014年全仏オープンが、最後の出場になり10月に、現役引退を発表した。シングルス、2シングルス、3W イコール優勝、F イコール準優勝。 SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、 NMS イコールマスターズシリーズから降格。NH イコール開催なし。ありがとうございます。